はい、フォアハンドストローク、トップスピンの打ち方を比較してみましょう。左側はジェームス・ブレイク選手、スクエアスタンスからのフォアハンド、トップスピンです。はい、まずトップスピンの条件ですね。トップスピン、縦方向への回転ですから、ラケットヘッドが、最初は上にありましたが、その後ボールよりも低い位置に落ちて、ラケットヘッドが下に落ちている状態。グリップはまだ上にあります。そこからグリップエンドの方から上に引き上げていって、ボールよりも下からラケットフェースがボールに近づいていきます。この後上に振り抜けばボールが回転、トップスピンがかかって飛んでいくことになります。ラケットヘッドはそのまま上を通って、そのまま、今度は体に巻きつけてフィニッシュという形になります。ラケットヘッド上からボールの下に滑り込ませて、擦り上げてフィニッシュ。はい、一つ、左手の使い方に注目してみましょう。ブレイク選手は左手を横に伸ばしています。これがどういうふうに使われるかというと、この後、左手が横に伸びて、反対側の方に引き込まれていって、右肩の前のローテーションを手助けます。ですね。用意してある左手が少し下にありますので、こちら、体を回すのが、下半身からの力だけになるかと思います。下半身からの力も重要なんですが、少し左手でバランスをとって、引き込んでいくことによって、肩のローテーションの手助けと、軸の安定にね、つながりますので、ぜひ左手をちょっと有効に使えるようにしてみてください。ステップインから、軸を作ったらそこでショルダーローテーションですね。ぜひトライしてみてください。